まあ、決して遅すぎではないというふうに思いますね。ここからね、ドラフト1位としての意地を、覚醒をね、見てみたいなという。お疲れ様です。 KT です。今日は2月の29日うるう日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。はい、やってしまいましたということで、時刻は現在23時30分ということで、例のあれですね、娘を寝かせつけていたら自分が寝てしまうあるあるということで、まあ娘とですね、8時半頃ですね、ベッドに行くと、寝室に行くというところで、まあおそらく娘はね、9時ぐらいに寝たというふうには思うんですけども、気づいたら10時半ということで、私がしっかり寝ておりました。で、そこからですね、ちょっと頭といいますか、体を起こすために、お風呂に入り準備をしてという形で、現在の23時30分というところを迎えまして、ようやくカメラの方を回しております。はい、というわけでね、今日はもうサクッと行こうかなというふうに思っておりますけども、まずはじめに今日はですね、大きなニュースが飛び込んできております。大谷翔平さん、ご結婚おめでとうございますということでですね、私の妻と同い年になりますんで、29、今年30になる年かな、はい、というところでですね、まあ大谷さんのあの人生設計プラン通りにいってるのそこはちょっと分かりませんけども、本当にね、おめでたいことかなというふうに思います。まあ、オフの時かな、もう一部ちょっと変な報道もありましたけども、まあこれでね、本当に余計な報道をしたらもうそれはね、えらいことになるぞということで、マスコミは黙ってくれるのかなというふうに思いますんで、大谷翔平さん、野球に専念できると、もういろんな意味でね、野球に専念できるという形になりましたんで、奥さんとデコピン君と一緒にね、頑張っていただきたいなというふうに思います。まあ、ロサンゼルスドジャースということでね、本当にビッグクラブと言いますか、名門球団なんでね、あまり変なね、マスコミが報道しますと、これはもう日本のこのメディアじゃね、到底追いつけないような争いと言いますかね、まあアメリカ裁判社会ということになっておりますんでね、はい、ということで、まあ余計なことはできないかなというふうに思いますんで、大谷翔平選手頑張ってください。はい、というわけで、本日はですね、本日はというよりは、明日から、まあ明日からというよりは、すいません、実際動画がね、配信完了したのはもう3月1日になってるのかなというふうには思うんですけども、まあ明日からですね、楽天戦がスタートと、オープン戦がスタートということで、楽天との3連戦が始まるよということになっております。まあこの3連戦というのがいいですね。これまでもまあオープン戦ありましたけども、まあ相手がね、変わっての3連戦というのがありましたけども、同一カード3連戦というのがなんかね、こうシーズンさながらという感じで、本当にね、楽しみだなという感じはします。で、こちらの視聴者の方ですね、まこっちゃんさん、片岡さん、もうですね、こちら倉敷の方に行かれるという話をね、聞いておりますんで、ぜひともね、楽しんできていただきたいなというふうに思います。まあオープン戦なんでね、そこまで勝敗にはね、こだわらなくていいのかなというふうに思いますんで、楽しいお酒を飲みながら、ちょっとね、まだ肌寒い日続いておりますんでね、体調だけ気をつけて、感染の方してきてください。よろしくお願いします。はい、で、まあ昨日がオフで、今日が、広島に戻っての練習かな、で明日からオープン戦というところなんですけども、まああまりね、カープにとっては大きな話題ありませんでしたので、このカープのキャンプでですね、春季キャンプでですね、伸びてきたねという選手をですね、今日はピックアップして、サクサクと喋っていこうかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで早速ね、もう今日は遅くなってしまいましたので、本題の方入っていきます。というわけで、このように、私はですね、伸びた選手を紹介していきたいなと、私の主観でですね、もう完全に独断と偏見、それからですね、何の根拠、データにも基づかない、見方ではあるんですけども、このような面々ですね、こちらが前半の2、4、6名ですね。で、後半にあと2、4、5名用意しておりますんで、よろしくお願いします。はい、で、まずはじめですね、キャッチャーの高木翔斗選手ですね、こちらは KT 的 MVP と、このキャンプのね、MVP というふうに、昨日、おととい、その前ぐらいかな、の動画でも喋ったんですけども、本当にね、体が今、12球団1のキャッチャーというふうに言われておりますんで、星2、4、6、7つ、つけさせていただきました。まあ、オフの間はですね、鈴木誠也選手かなと、堂林選手、それから、内田選手だったかなと一緒に自主トレをしてというところでね、まあ堂林選手はね、結構話題にはなるんですけども、まあ、内田さんも去年ね、期待されて入団したというところもあって、ちょっとね、高木さんが、言い方は良くないですけど、おまけ的な感じでね、鈴木さんと一緒に練習してるなという感じで思っておりましたけども、なんとなんとこのキャンプでね、もうすごいアピールをしました。で、オープン戦の最終戦はなんと、フルイニングでね、フルイニングと言いますか、フル出場で、マスクをかぶるというぐらいでですね、もう本当にアピールの方続いております。で、バッティングの方もですね、フェンス直撃の、ツーベースなんかもね、打ったりしてというところですし、キャッチャーの方でもね、強肩発動というところで、
本当にアピールの方をしておりますんで、まあ、あの坂倉選手がいて、相澤さんがいて、磯村さんがいて、石原さんがいてという形でですね、なかなかカープのキャッチャーの層というのは厚いんですけども、そんな中でですね、しっかりなんか頭角を現してきたというところでですね、なんていうんですかね、まあ、あの伸び率というところでいきますんでね、あのスタートの位置がやっぱり高いとですね、率としては落ちてしまいますんで、こう自分の中では結構ノーマークに近いところにおりましたんでね、まあ、そういう意味でも一気にこう上がってきたというところで星7つをつけさせていただいております。はい、そして2番目二俣選手ですね。こちらはまあ内野手も外野手もやれるというところで、まあ、このキャンプとかね、実戦ではあまり外野をね守っているシーンというのは見かけておりませんけども、内野手ではね本当に堅実な守備、それから強肩というところを発動してくれております。はい、私もねこれ結構過去の動画でも何回も言っているんですけども、なんていうんですかね、本当にバランスのいいバッターと言いますかね、野手と、選手ということになりますので、逆にですねこう目立ちにくいのかなというふうに思っておりまして、足がめちゃくちゃ速いとかね、バッティングがめちゃくちゃいい、ホームランあの飛距離が半端ないとかね、そういうところがあれば、守備がめちゃくちゃうまいとか、そういうところがあればですね、あのこう目立つところといいますかね、自分のポジションというのを先にね見つけることができるのかなというふうに思いますけども、守備もうまい、足も速い、肩も強い、バッティングもねあのパンチ力あるというところでですね、それでもまああの全体的にまだこうもう一回りね、いけるという、こう、余力を残しているというところを考えますと、バランス非常にいい、バッターという、まあ、なんていうんですかね、昔のパワフルプロ野球みたいなところでいくと、今でいくと、オール C とか、そういうふうになってくるのかな。で、F とかね、D とか F とか E とかがないというプレイヤーで、まあ、あの全体的にこうね、成長していくといつの間にかなんか超一流の選手になっているというようなタイプの選手かなというふうに思っておりますんで、まあ、そういう意味ではね、今の現段階では、こう、これといったところはない中で、あの、バッティングの方かな、まあ、唯一、ここでねアピールしてくれというところで、今年の春のこのキャンプ、それからオープン戦、まだ3試合であの実戦形式ではねあのアピールできているというところですね。星5つということになっております。こうまあなんかねこの先もなかなかこうレギュラー争いにね加わるというのは難しいところもあるんですけども、あの非常にねどこでも守れるという器用さを生かしてですね、こう合間を縫いながら出場機会を探ってですね、どん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 アピールしてね、今年はなんとかプロ初ヒット、プロ初打点、プロ初ホームランなんかをね、記録していただきたいなというふうに思っております。はい、そしてその次は林晃太選手ですね。こちらは星4つということで、まあもともとね、持っているもの、それからの期待されているところというのが高いんでね、あの星4つにはなっているんですけども、で2021年かな、3年前にもレギュラー掴んだかなというところで、22年まさかの出場ゼロになって、ウエスタンでも本当にシーズン終盤もう最後の最後でようやく、ホームラン出たのかな、それからフェニックスでようやく出たんだったかな、もう本当にね、もう1年終わっちゃうぞという頃で、ようやくその年の初ホームランを打ったというぐらいでね、まあ本当に2022年は苦しんだんですけども、まあ去年はね、あの象徴的だったのが、ヒロギン直撃ホームランというのもあってね、さらにはフェニックスでは大活躍というところがあって、今年にね、本当にまあさらにまた、期待がかかってきた中で、体重をね、5キロ、なんか5キロ以上絞ったんじゃないかというぐらいね、シェイプアップして、まあ筋肉量を変えずにね、脂肪だけ落としたというような絞り方で、しっかりね、本当の、キュッと絞ったような形でキャンプインしましたというところで、まあそのねシェイプアップした体をですね本当にしっかり使ってですね、守備の方でも課題となっておりましたね、守備の方でもしっかりアピールできているのかなと、たまにねポカミスがあるのがたまに傷ではあるんですけども、まあそういう意味でね本当にアピールできております。でバッティングの方はね本当にフェニックスでもたくさん打ったというところもありまして、まあ頭一つ抜けているのかなというような感じがしますんでね、このままアピールの方を続けていきたいなと、続けていってほしいなというふうに思っております。でバッティングの方は頭一つ抜けているという表現をここでしたんでね、触れておきますと、一番上にね、青い字で書いてあります。はい、今日はもう田村選手出てきておりません。もう言わずもがなということで、もう期待していますんで、あのここであえて触れる必要もないですし、逆に言いますと、もうやってくれなきゃ困る。もう2割8分と言いますかね、3割に近いぐらいのね打率を残していただいて、ホームランも当然2桁、打っていただけなきゃ、打たなきゃなきゃ困る選手と、いうことになりますので、今日はもう触れませんと、いうことになっております。はい、その次は久保選手ですね。こちらは外野手、はい、で去年のドラフト7位というところで、こちらもですね、もともとがこれぐらいの位置にいたのかなというところで考えますと、キャンプのねもう最初から一軍大抜擢というところもあってですね、結果も残しながら、しっかりアピールの方できたのかなというふうに思います。で2位4位5星5つついております。でまあトリプルスリーにね本当に近い男なのかなというふうに思いますけど、まあそれをね達成するには、あの足の速さとか肩の強さとかね、いうところはまあ十分なんですけども、
まあ、足の速さだけでは、ね、盗塁ができないということもありますね。その辺の技術的なところも含め、それからバッティングも含めというところで、まだまだ課題はたくさんあるというふうには思うんですけども、素材の良さとしてのね、このアピールというのはできておりますね。何よりも顔面がいいということになりますので、ね、これからも注目して見ていきたいなというふうに思います。はい、そして次は中村健人選手。こちらは去年のドラフトの4位、5位、それだったかな、はい、というふうには思うんです。去年ね、あの、末金選手とともに、右の大砲候補として、期待されておりましたけども、まあそこからね、去年、一昨年か、はい、という、一昨年はうまくいって、去年ね、ちょっと良くなかったというところでですね、今年どうなるのかというふうになっております。で、末金選手が去年ね、ガッと成長しましたんで、健人選手ちょっと立場的に危ういかなという感じがした中でですね、大幅な打撃フォームの、ね、改造を行ったというところで、いろいろね、J スポーツだったかな、なんか理論なんかも説明しながらというところで、いろいろ考えての、今の、ね、打撃フォームというふうになっておりますので、ぜひね、ものにしていただきたいというところもありますし、実戦の方でね、しっかりホームランも打っております。足を素晴らせながら、スタンドまでね、弾丸で運んだホームランというのも非常に印象に残っておりますんでね、このままアピールしてほしいと思いますし、まあ、他のね、末金選手とかと比べますと、やっぱり守備とかね、肩とか走塁とか、そういうところではね、もう本当にいつでも一軍で使えるレベルにあるというところは、やっぱりね、監督としても使いやすい選手かなというふうに思いますんで、まあそういうところを売りにですね、バッティングの方でもアピールの方をしていってほしいなというふうに思います。はい、そしてその下、同じく中村選手ということで、翔征選手ですね、こちらは外野手星2つというところで、こちらはですね、まあいろいろスキャンダルもあってね、本当にマイナスマイナスマイナスでの、スタートだったというふうに思います。で、私もオフにね、ごま行をやった時は、翔征いらんことするなと、今はもう野球だけでいいと、そういうごま行でね、なんか反省してるアピールなんかはいらんというふうにね、ちょっと厳しいことを言わさせていただいたんですけども、キャンプ入ってね、本当に体の方が仕上がっているというような感じを受けました。もうこれまでね、線が細くというところもありまして、体の方も仕上がってきてるというような感じもありましたんで、本当に覚悟を感じて、覚悟、彼の覚悟を感じているということになりますんで、今年ね、1年、今年ダメだったらクビだというのは本人も分かっておりますんでね、しっかりアピールの方していただきたいなというふうに思います。で、野球の方でいきますと、やっぱり肩の強さ、それから脚力というのは、まあ申し分ないところにはありますんで、あとはまあバッティングと、それからですね、まあ外野手にね、本格的にやったのが、まあ今年、去年ぐらいかなのかな、はい、というところもありまして、ちょっとね、打球に対する反応というのはまだまだこれからかなというところはありますけども、まあ慣れればね、やれるだろうというふうに思いますので、まあ、守備とそれからバッティングの方で、アピールしていってほしいなというふうに思います。で、線の細さというところでいきますとね、2番目に言いました二俣選手、こちらもね、まだちょっとね、細いかなという感じがしますんでね、まあお父さんも言っておりました、どんだけ食べても太らないんだと本人が言っていたというふうにね、言っておりますんでね、もう本当に今年はね、たくさん食べて、大きくなっていただきたいなと、体も選手としても大きくなっていただきたいというふうに思っております。はい、そして次いきます。野手最後ですね、ウーサー選手、こちらは星3つということになっておりまして、まあずっとキャンプの間はね、2軍で過ごすと、で1軍と2軍が合流したタイミングの実戦形式のみ、1軍に呼ばれるというところで、そこでね、非常に素晴らしいアピールをしました。で、それからまたね、2軍には残ったものの、対外試合でね、3安打大暴れ、バックスクリーン直撃弾というところもね、アピールしておりますんで、これからですね、で1軍合流というニュースも出ておりますんでね、本人ももう今年やらなきゃもうダメだというふうにね、危機感感じているというコメントも出ておりますんで、しっかりね、アピールしていただきたいと。で、まあもともとね、バッティングに関してはポテンシャルの高さあるということで、森下さんと同期なのかな、なので4、5年、入団してからね、経っておりますけど、なかなかね、それを発揮できずと。で、打つときにかかと重心になって、力のないスイングになってしまうというところが課題であったんですけども、まあその辺がね、しっかり克服できてきているのかなというふうに思いますし、本人のコメントもね、自信にみなぎっておりということ、もう全部ひっくり返してやるんだ、今年の俺はもう全部ひっくり返してやるんだというふうに気合入っておりますんでね、その辺も注目してみていきたいというふうに思います。で、バッティングの方ではね、まあそのようにアピールできておりますけども、やっぱりね、宇草選手の課題というところは守備なのかなというふうに思いますんで、まあその辺のね、成長具合というところもこれからのね、オープン戦なんかで見させていただきたいなというふうに期待しております。はい、以上がまあ野手のところというふうになります。まあその他ね、ニラサワさんとか矢野さんとかね、いろいろいますけども、まあその辺もね、田村選手はないんですけども、まあやって当然ぐらいのね、年数選手にはなってきているというふうに思いますので、今回はこちらの選手ということにしております。で、ピッチャーの方は3人ね、見ていきます。まずはじめ堀江投手ですね、中継ぎタイプのピッチャーということで、星4つというふうになっております。で、キャンプの方は2軍スタートというところではあったんですけども、もう途中ですね、もう呼ばれるだろうと
俺は一軍に呼ばれるだろうということで、もう荷物をまとめましたよ新井監督というようなねアピールもありまして、まあこの一言に尽きるなというような感じもします。で自信もねついてきているということなんで、あの結構ねメンタルのところもいろいろ課題にあったのかなというふうには思っておりますけども、こういうね発言ができるようになったというところにもね成長感じておりますし、まあ腕をですねあの上から投げるというところ若干かな、横に下げてというところもありまして、あの制球力もついてきたんで、球威もね、そんなにあの落ちてないというところでですね制球力もついてきて、もともとねフォアボールを出してしまう、ワイルドピッチしてしまうというところが課題あったんですけども、まあ、このオープン戦で、ね、何個かはフォアボールね出してしまったというところあるんですけども、まあ、今までみたいにねあのストレートのフォアボールとか、そういう形ではなくて、ちょっとバッターに粘られてフォアボールを出してしまうというところもありましたし、そこから崩れることもなかったというところで非常に成長を感じておりますんでね、明日からのまたオープン戦でもね安定したピッチングを期待しております。はい、そして同じく左腕の黒原投手ですね、こちら先発タイプということで、まあ、なんだかんだ中継ぎの候補になってくるのかなというのがですね、私のこのキャンプ前までの、感じだったんですけども、もうところがどっかここね数試合の実戦の登板見たら、もう先発ローテほぼ確定じゃないかというようなピッチングが続いております。なので星は5つ、ついておりまして、まあ、あのドラフト1位としてね入団してこれで 1,2,3,4 年目ぐらいになるのかな。で、まあ、同期の、ドラフト2位かな森投手があのズゴンと、ちょっとね先にアピールしたというところはあったんですけども、まあ決してね決して遅すぎではないというふうに思いますね。ここからねドラフト1位としての意地を覚醒をね、見てみたいなというふうに思いますんで、黒原投手頑張っていきましょう。まあピッチングのスタイルなんかもね、フォークボールとか、カットボールとかね結構あのまっすぐとともにですね力強い、変化球で、結構ねじ伏せていくというようなタイプだったのに加えてですね、緩めのカーブなんかをね今年はあの使いながら、ピッチングにね幅を広げてというようなスタイルになっておりますんで、それでいくと床田さんもね、スライダー大きめに曲がるスライダーを今年は覚えたりとか、島内投手もねカーブを覚えてみようかなみたいな感じでやっておりますんでね、まあ黒田さんのアドバイスもあったというふうに思いますけども、やっぱりねこう何でもかんでもいやと、早い球でね力の強い球で抑えるということだけではなくて、やっぱりねバッターのこの心理的裏といいますかね、あのウォッとその球来るのみたいな感じでね思わせることも必要なのかなという感じでね、いろんなあのピッチャーをこうやってピッチングに幅を持たせてこれるようになったというのは大きいかなというふうに思っております。もうなんとかね、ローテーション、開幕ローテーション入ってほしいなと。で後ろにはですね大瀬良さんとか、それから常広さんとかもね控えておりますんで、もう開幕で 2,3 試合ねこけたらまたすぐね落とされてしまうという可能性もありますんで、しっかりね初登板から2回目3回目までぐらいにはね、初勝利、今季初勝利、それからプロ入り初勝利もまだだったかな、方を挙げていただきたいというふうに思います。はい、そして最後はですね斉藤裕太投手ということで、こちらも先発、タイプということなんですけども、まあ星の方はね2つというふうになっておりますけども、まあ今年に関してはまだ星2つぐらいの期待値かなというところなんですけども、間違いなく素晴らしいボールは持っているということで、まあ来季以降を見据えたらこれはね星が5つにも6つにも7つにもなるということはあるんですけども、まあたまにと言いますかね、まだまだねそのすごい球を投げたりあれというぐらいねちょっと棒球と言いますか、指にかかってないようなボールを投げてるというシーンもありますので、もうあとはねやっぱりこの再現性ですね、本当にズドーンと、重いね球を投げ込む時もあれば、あんまり良くない時もあるということになりますんで、そのズドーンという球をですね、たくさん投げれるように、でそのね率を本当に上げれるようにというところをですね今年1年間、2軍の方でもねやっていただきたいですし、まあそれと同時にですね1軍デビューもですね、何試合かね投げていただきたいなというふうに思います。まずはね1軍の雰囲気、慣れていただきたいというふうに思いますので、1軍で投げて課題をつかむというためにもですね、まずは2軍で1年間、ローテーションを守りながら、この1年間投げ抜く、体力なんかもつけながら、来季に、ね、向かって準備していただきたいなというふうに思っております。はい、で斉藤裕太投手と、ね、同い年の高卒2年目の日高投手とですね、日高投手とですねということで、はい、まあ彼も本当に最初は1軍でのスタートというところで素晴らしいボールを投げていたというのもね見ましたので、来季以降に期待したいなというふうに思うんですけども、まあ、この日高投手と内間投手ですね、現役ドラフトで楽天から移籍してきてくれました、内間投手、こちらの2人ですね、ちょっと元の状態をですねあまり知らないということがありまして、伸び率というところでね評価できないので、本日は割愛というふうになっております。はい、というわけでですね、まあ今日はちょっとカープのお題少なかったので、このキャンプを見た感じですね、非常に成長してくれたなというような感じをピックアップ、してくれたなという選手を、ピックアップしてみました。皆さんが思いますですね、このキャンプで成長した選手はこの人だろうというのがありましたら、コメント欄で教えてください。よろしくお願いいたします。
はい、というわけで、明日から、金曜日、金土日というところでね、楽天との3連戦控えておりますのでね、そちらを楽しみに、やっていきたいなというふうに思います。天気の方はね、ちょっと調べておりませんけども、きっと大丈夫だというふうに信じておりますんで、やっちゃおうや！というわけで終わります。ありがとうございました。失礼します。